またお会いしましたね。主演は9年ぶり、歴代3位の高齢受賞となった主演女優賞の倍賞さん81歳は、何かの間違いがなと思いました。精進しますと、手れ笑いしました。主演作、プラン75は、75歳以上が自ら生死を選択できる近未来の日本を舞台に、 高齢化社会の深刻さに焦点を当てています。それでは、お先に失礼します。